はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヒイラギユズです。さあ本日なんですが、皆さんは幻想という最強デッキをご存知でしょうか。まあ、ユズちゃんがねアーク5のヒロインが使ってる最強デッキなんですけども、なんか意外と強かったこのデッキなんかクソザコイだろうなと思いながら作ってたんですよ。これ結構強かった、意外と。これ何が強いかっていうと、幻想デッキ、あのねアリアエレジーロックっていう、皆さんまあ、盤面ご存知でしょうか。これね幻想って有名なそのめちゃ強い盤面があって、アリアとエレジーを盤面に並べた時にすげえことが起きるんですよ。あのねアリアっていうのは幻想モンスターが効果の対象にならず戦闘手を破壊されないっていう、まあ、効果を付与するんですね、幻想モンスターに。あ、特殊召喚していればね、こいつが。でエレジーも特殊召喚していれば幻想モンスターが効果では破壊されないっていう、まあ、効果付与できるんですよ。だからアリアとエレジーを両方とも特殊召喚できれば、戦闘効果で破壊されず効果の対象にならないっていう盤面ができるんですよ。これめっちゃ強くて、これがねこれね幻想の花学生ブルームハーモニストっていうモンスターを出すことによって簡単にね揃うんですよ。これリンク召喚条件天使族モンスター2体で作れて、でこいつがリンク召喚に成功した時に手札を1枚捨てるとデッキからレベルが異なる幻想2体を出せるっていう、リンク先に特殊ができるっていう効果があるんですよ。でしかも効果もこんなんないということで、このハーモニスト出してアリアエレジーを出すことによって、アリアエレジーロックをかまして相手を困らせるっていう、まあ、これがねあの幻想の最強ムーブですね。で、まあ、他にもねあの幻想っていうのは融合モンスターがエースモンスターでいますんでね、なんでオスティナートのデッキ融合したりとか、あとフォルテシモっていう融合、効果がついた永続魔法で融合したりとか、ソプラノで融合したりとかっていう感じですね。まあ、イメージ的には先行でアリアエレジーロック引いて、で相手が困ってアタフタしてる、開始のターンで、まあ、融合して攻めていくみたいな感じの、まあ、動きになるかなっていう。で戦闘で相手のモンスターを突破していくのが得意なんですよ。あんまりその相手のモンスターを効果で破壊するっていうことはしてなくて、幻想っていうのはまあゆずちゃん優しいですからね、はい、非常に。なのでスコアっていう、これで相手の幻想モンスターが相手のモンスターと戦闘のダメージ計算時、相手の打点をゼロにできるっていう、まあ手札数ですね、これをぶん投げたりとか、あとオネストをぶん投げたりして相手のモンスターを戦闘で突破していくっていう、まあそんな感じですね。まあ苦手なのはやっぱりね戦闘耐性があるようなモンスターは結構きついですね。まあそういうモンスターが出てきたら、まあ頑張ってアクセスしたりとか、まあトレミアユニコーン出したりとかして、まあ頑張っていくしかないかなっていう、まあそんな感じになってます。でこのブルームハーモニストを出せば簡単にその幻想モンスターをデッキから2体出してこれるので、特殊召喚できる幻想を多く入れてまして、カロンとか、まあ、ソナタっていうモンスターが特殊召喚できるんですけども、これ簡単にね、この辺のモンスターを並べて、ブルームハーモニストを出していくっていうようなギミックになってます。動かし方とは動画を見ていただければいいですし、あとデッキレシピ、はレシピ概要欄に貼ってますんで、わかんないカードあったらぜひねそこから確認していただければと思いますね。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。思ってたよりは強いねこのデッキ。やっぱアリアエレジーロックってなんだかんだ強いんだなっていうことは思ってる今のところ。あとスコア結構活躍してんのめちゃめちゃおもろいんだけどな。戦闘起動エンゲージ、はあ、戦闘起動エンゲージきた。まあ戦闘機は割と戦いやすい方なんじゃないですかね。低速なので、でしかも結構対象取るカード多いと思うんですよ、あれあのデッキね。でしかも効果で破壊するでしょ大体。パクるよ、なんだっけ、パクるやつ、相手パクるやつあるじゃん。なんだっけな、あれ。あれも多分対象取るでしょ、あれ。意外とさ、このなんか、戦闘効果で破壊されず対象に取れないっていう、なんか、めちゃくちゃな体勢。これ結構戦闘機デッキ刺さる気がするんだよね。ああ、雫ちゃんはいいよ。デッキからあれね、戦闘機カードを手札に加えると。で、これで、あれですね。ウィードワンカー、これだ、ウィードワンカー、これはパクるやつね。ってことは、まあ、あれはエンゲージはあんのかな、まあ、とりあえず、一旦、アリアエレジーロックしに行くしかないんだけど、僕。ですね、まあ、とりあえず、独創の第一楽章の効果によって、何らかの幻想モンスターをデッキから特殊召喚するという効果。通る？通らない？ここでグラノ投げてくれるの嬉しい。まあ、それはじゃあ、もう、墓穴、一回スルーするわ。ブルームハーモニストにうらら打たれるのが一番きついです、このデッキ。まあ、なんやねんって感じだけどね、それ誰やねんって感じだけど、多分相手としては。
で、まあ、とりあえず幻想モンスター2体並べるわけですよ。で、幻想モンスター2体並べて、で、墓穴の指名者で1回レイちゃん飛ばしとこ。これでいいや。これで相手の、雫破壊しても多分ね、なんとかなるんですよね。はい、これで相手は出てこない。何もレイちゃんも出てこなければ、スコアで打点もゼロにできると。また一旦これはスルーしますけどね。はい、よし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 、いいぞ。メイン2、メイン2入って、まあ、ここは融合じゃなくて普通にリンク召喚しましょう。幻想モンスター2体でリンク召喚、現れろ幻想の花学生ブルームハーモニスト。そしてブルームハーモニストの効果を発動。手札を1枚墓地に送ることによってデッキよりリンク先に幻想モンスターを特殊召喚できる。現れろエレジーアリア。アリアの効果により、フィールド上の幻想モンスターは戦闘では破壊されず効果の対象にできない。そしてエレジーの効果によって幻想モンスターは効果では破壊されない。つまり今フィールド上の全てのモンスターは戦闘効果で破壊されず効果の対象にならない。強え最強ゴードン。なんで打てなかったんだろうさっき。あれかな、なんかカードが飛ぶの遅いだから、エンゲージかなんか。はい、いいですよ。え、あのデッキさ、なんかできることあんのかな、この盤面に対して。俺戦闘機そんなに詳しくないんだけど、なんか対象に取るカード結構多かった気がするんだよね。さあどうやって返してくるか見ものですね。さあとりあえずレイちゃんは飛んでくるか。いいだろう。なんだそれ、遠征剣、知らねえ、何これ。え、はあ、2回攻撃できる。装備モンスターが墓地を食らったことでこのカードが墓地を食らった場合、フィードの表から表示モンスターに対象にとってそのモンスターを破壊すると。へえ、対象にとって破壊するって書いてますね。まあ対象に取れませんけどね、私のモンスター、残念ながら。さあ1体でリンク召喚か。カガリ来た、カガリ来た。え、これもしかしてオートクレールとかいうカードの効果発動してくれる、もしかして。もしやの、え、まあ、カガリは発動するわな、カガリは発動するわな、回収するわな、エンゲージを。いいだろう、まあ、そこはいいわ。来た、オートクレール、対象に取るって書いてあると。フィールドの表が表示モンスターに対象に取ってそのモンスターを破壊する。俺のモンスターは対象に取らない、お前は自分の手でカガリを破壊しろ。悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。フィールドのモンスター対象に取ることはできないんですよ。今さらテキストを読んでも遅いですよ。幻想デッキのアリアエレジーロックをしっかりと勉強しておくことですね。戦闘起動エンゲージいいだろう。ひたすらにアドバンテージ稼いでいくのめんどくせえな。いやーいいだろう、ホーネットピットもいいだろう。そして、カードを1枚ドローしていく。アドバンテージはえぐいな。そしてホーネットピットの効果によって、戦闘機トークンを特殊なんだけど、いいだろう。やべえ、なんかぶっ刺さってる、なんとなく。まあ、とりあえずまたもう一回これあれですか、リンク召喚するやつですか。あー、雫ですね、いいですよ。雫ちゃんいいですよ。まあ、打点下がるのめんどくさいね。バトルフェーズ、まあ、ぶん殴ってきたら、スコア投げるまである。あの、それはね、別にいい。それは戦闘で破壊さないから。はい。バイーン。こいつ、テキスト読もうとせんや、マジで。テキスト読んでる？あなた。いや、遊戯をやる上で、相手のモンスターのテキストを読むのは結構大事だぞ。で、マルチロールの効果で、発動したカードの数だけで、墓地から、戦闘機、カードを、まあ、セットするやつですね。はい、はい、いっぱいセットできるといいだろう。はいはいはい、いいでしょう。で、しずくちゃんの効果でデッキから、墓地で同盟カードが存在しない戦闘魔法カードを持ってくるシャークキャノン。 OK、 これ墓地上からやってる確かね。はい、全然いいです、全く問題はない、全く問題はない。ただ相手のあの盤面突破できるかって言われるとエレジーでぶん殴るしかないんだよな。エレジーでぶん殴るしかない。まあ、一回全員攻撃表示してぶん殴りに行くか。レイちゃん出てきて、リンク召喚されて、まあ、でもそれもいいか別に。殴れんのかなこれ。まあ、でも、打点同じじゃねこれ、多分。増殖する地位。あ、いいよいいよ、全然いいよ。全然いい。リンク召喚しないから。これで特殊召喚すると思ってのおもろいな。こういうデッキなんだよ。特殊召喚1ミリもしないっていうデッキだから。ちなみに、
アリアさんは戦闘で破壊されませんので相手を一方的にぶん投げることができる。いいぞ。お、レイちゃんの効果で特殊召喚していく。なるほど。大丈夫か、こいつぶん殴るときダメージまで何の効果も使わないぞ。ああ、一方的に取っていく。強い、強い、強い、最強だ。なんて強いんだ。ブルームハーモニストのリンク先のモンスターが戦闘する場合、なんかアンティギアモンスターになれるっていうね、あの魔法タップモンスターの画像嫌いっていう効果があるんですよ。なんでレイを一方的に処るっていうね、最強の動きをすることができました。ありがとうございます。さあ、相手困ってるぞ、これ多分。なんだこの謎のデッキってなってるぞ。謎に強えってなってるはずだ、これは。ちなみに、このデッキの弱点はですね、戦闘で破壊されないので、基本的には。だから、めちゃくちゃ上からぶん殴られるっていうのが一番きついですね。この、ハーモニストさん、攻撃表示にしかできないじゃないですか、リンクモンスターだから。だから、横にして置いとくことはできないんですよ。なんで、こいつをタコ殴りにされるとマジできついです。このデッキは増援いいでしょう。めちゃくちゃ分回ってるけどね、相手ね。ただ戦闘機ってメインギミックでこの場面突破できるのかな。レイさん来た、いいじゃん。でレイとトークンでリンク召喚。 IP マスカレーナ、なるほど。 IP マスカレーナ、なるほど。これあれなんじゃないか。でもマスカレーナしちゃったらレイ出てこないから大丈夫か。これなんかだいぶやばい気がするけどな。でエンゲージ効果なんか持ってきながら1枚ドローする。いいよ。はい。でシャーキャノンね、いいよ、全然いいよ。でセット、ほう、ジャミングウェーブ、ほう、なるほど。でツインツイスターを破壊していく。あ、これはマジックカードをあれですかね、あ、それ破壊できません、それ。残念すぎるな、こいつ。マジで全部やってくれんな。なんか知んねえけど、なんか全部やってくれるぞ。幻想の強いところ全部見せれてるわ。ありがてえ。感謝。感謝、感謝だわ。シャーキャラの効果で、まあ、これは別に、はい、どうぞ。で墓地から、エレジーが出てくると、はい、で相手の墓地のモンスターを使ってリンク召喚とかが一応できるんだけど、ユニコーンもだから、対象に取れないと。対象に取れないよ、大丈夫。効果発動すんなってから、テキスト読めって。いい加減テキスト読めよ、お前。おい、いつまでお前テキスト読まれんだよ。こいつヤバくないか。シャークキャノン、はあ、ああもう一回パクれるってから、なるほどな。もう一回パクって、あ、でこれでリンク4ってこと。この人すごいな、どんだけ。ユニコーンとアクセスね、はいはいはい、あ、全然いいですよ、全然いいですよ。でアクセスコール投下選んで破壊するんですけど、まあモンスターを破壊することはできないっていうことに気づいていただけると嬉しいですね。はいはい、5300ね、 OK。 でぶん殴ってきたらスコアぶん投げればいいのね。やば、自分ダメ系いいですか。元素の乙女スコアぶん投げて相手盾をゼロにしていく。全部見せてくれてマジでありがとう。脳死アリアエレジーロックを決めていきましょうね。脳死アリアエレジーロック最強説。これはだな、アリアいんのか。アリアいるのであれば、アリアエレジーいんのか。アリア召喚かな、これ。これアリア召喚だな。で、ソナタ特殊召喚で2体でリンク召喚ブルームディーバー、はい。これって、ブルームディーバーの効果通ってほしいんだけど、なんかあります？コストはとりあえずこっちでいいわ。でですね、デッキから特殊召喚するのはこれですね。プロディジーモーツァと、それから、アリア。はい。で、はい。で、
プロディジモッツァルト効果増。エルジトッシュ。はい。はい、戦闘効果では破壊されない。お手軽ロック完了。ちょっとですね、ハーモニストさんのリンク先に必ず出さないといけないっていうのがあるんで、意外と難しいんですよ。2体目を出すのは。結構ね。うん。その辺が難しいところですね。だから、で、相手どうせリンク召喚するの普通だったら、転移無効のうち。なるほど。あ、転移できか。基本的には、自分のモンスターを、リンク先に出すと、要は、埋まるわけですよ、リンク先が。だからね、2体目を出すときに、なんか、もう1回出しても、リンク先埋まってるとかあるんだよね。どっちかが。それが結構難しいところですね。で、小僧来た。これ、純正転移できかな。転移なんか結構強いんですよね。なんか、転移勇者みたいなやつ、なんか環境デッキかなんかじゃなかったでしたっけ？ OCG だと。ちょっと僕あんま転移詳しくないんで、あれですけど、なんかすげえ強いかった気がする。なんかエレーリンク召喚するやん。なかなか終わんねえな、相手のターン。転移の流線状。なるほど。効果モンスター以外の自分の表が表示モンスターは戦闘から攻撃宣言時、相手フィールドのカードを対象に取って破壊する。なるほどね。対象に取っちゃってる時点でもうほんと甘いですね。対象に取ってる時点で甘い。やばい。アークネメシス、フロートス。それも破壊しますよね。お互いに一つ独占を宣言して、次のターン終了時まで、そのモンスター特殊召喚できずに破壊される。破壊できません。刺さってるなぁ。刺さってるなぁ。あ、探すなら来た。なんかこいつがエースだった気がするな。で、フィールド効果モンスター以外の表が表示モンスターが存在する場合に、相手はフィールドの効果モンスターを攻撃対象できず、効果の対象もできない。相手フィールドの効果モンスターに対象を取って、対象取っちゃってる。対象に取っちゃってんだよな。対象に取っちゃってんだよ。やべえ、いて。ちょ、そのサンドバッグだけマジできついけど、対象に取っちゃってんの弱っ。対象に取るとか甘いでしょ。ドロー。スコア来た。スコア来た。まあ、とりあえず死者蘇生か。死者蘇生効果発動。死者蘇生の効果によって、幻想の歌姫ソプラノ特殊召喚。そしてこいつは特殊召喚に成功した場合、墓地の幻想を回収するという効果を持っているね。さあ、ソプラノ効果によってソナタですかね。で、ソナタを回収していく。そして、ソナタ特殊召喚したったらまた打点上がんな。ソナタさん特殊化しよう。ポイッ。打点高っ。全員打点やばいことってな。これ全員ぶん殴ったら勝ちなんじゃねえか。あれ、なんかあれあるか。なんか打点アップみたいなのある。なんかちょっとテキスト読んでないけど、とりあえずぶん殴っていい。3400でここぶん殴る。で、これ何の効果も使えないから、相手は。で、これでぶん殴られるしかない。はい、次破壊される。おいおい。おい、あれあれ、これ全部でぶん殴ったらライフ足りるんじゃね。おいおい、大丈夫か。おい、そんなもんか。おいおい、店員さん、どうしたどうした。つえ。余計なソリティアねえけど、なんかクソつえとかのデッキ。対戦ありがとうございました。やはりアリア LG ロックは環境トップだな。あー、まあカノンカノンでも一応いけるっちゃいけるね。カノンカノンでもまあいけるっちゃいける。カノン召喚で、でカノン特殊で2体でリンク召喚ブルームハーモニスト。これ何してようかな。さすがにフォルテッシモかな。フォルテッシモ一応融合カードなんですよ、これ。打点アッププラス融合できるっていうカードなんですけど、まあ、ちょっとコストになることは割と多いですね、初手では。で、エレジーとアリアを特殊召喚して挨拶をしっかりとしていくと。はい、どっちもいこうか。はいはい。で、ターン終了です。さあ、あなたのターンですよ。ターン短いでしょ。ターンめっちゃ短くない、このデッキ。このデッキ素晴らしくね、相手に迷惑をかけないデッキなんでね。まあ、盤面では迷惑をかけているっていう説はあるけどね。はい、ゾエンね、いいよ。お、ティアスケール来た。リミット2になるティアスケールさんじゃないですか。なるほど、ティアスケール。
あ、幻影か。幻影ちょ、わかんないけど、とりあえず増殖する時どっからぶん投げないかな。あー、やべ。ちょ、もう投げるか、これ。とりあえず、ちょっと一回ぶん投げとこう。増殖する時ぶん投げて、ね、相手の特殊召喚に反応してめっちゃドローするスタイルね。はい。あー、オッケーオッケー。よし、通った。よし、いいぞ。これ、幻影って何すんの、これ。レイダーズナイト。レイダーズナイツ。アークリベリオンとか出てきたらやばいか。待ってよ、アークリベリオン出てきたらやばいか。ちょっと待ってくださいね。アークリベリオンエクシーズドラゴンはやばいね。ちょっと待って、これだって X なんだこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、俺1300が棒立ちなんだわ。1300とかいうサンドバッグが今棒立ちになってんだわ。それだって X になる。ちょっと待って、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 やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。あ